卓球のアジア選手権、カザフスタン・アスタナは9日、女子団体決勝が行われ、世界ランク2位の日本が中国、同1位を3対1で下し、2大会ぶりの優勝を果たした。中国を破っての優勝は、1974年横浜大会以来50年ぶりの快挙となった。特にシングルスの世界ランク1位、孫エイサを破った同7位の張本美は、 木下グループの奮闘には、ファンから絶賛の声が相次いでいる。画像、この画像を見ただけで癒される、中国メディアが絶賛した試合後の張本美和と孫エイシャーの交流日本は、第1試合で長本が王ゲイ道同4位、お3対2で撃破。第2試合は伊藤美誠が孫に敗れたものの、第3試合で平野美宇が鎮鉱動、同6位、2勝利し、トータル2勝1敗とした。 勝負を分ける第4試合で、孫に挑んだ長本は、2ゲーム先行された後に、怒涛の5連続ポイントを上げるなど、2ゲームを練習。2対2で迎えた第5ゲームでは、緊迫した状況の中、孫の猛攻を冷静にさばき切り、3対2で見事に勝利。過去6度対戦して未勝利だった絶対女王から大金星を奪い取った。パリ五輪で負傷したエースの早田ひなをかく中、 強豪選手を立て続けに破り優勝の立役者となった16歳には、X 上のファンからも賞賛が相次いだ。孫栄沙に勝ったとか、始まったな、美和ちゃん強すぎる。世界ランク1位も夢じゃないね。大ゲー道。孫栄沙倒しての2点取りは超本かっこ良すぎる。あの無敵の孫栄沙に勝って優勝したてのがすごい恐るべき16歳、世界ランク1位かつ絶対女王に張本美和が勝つとは。 普通にびっくりした、とんでもないことが起こってた、張本美は異次元すぎる。孫栄沙に勝っての団体優勝とか信じられんは、いやお見事すぎる調子悪そうとはいえ、孫栄沙下して勝ったんだから文句なしやろ。今回のパリ五輪で、混合ダブルス金や女子団体金など三つのメダルを獲得している絶対女王を打ち破った長本を褒めたたえる声が上がっていた。